高橋優です。そしてゆるはるまです。二人合わせてうまいことが、ごめん、うまいことが、なんかパッと出てこなかったから、もう口パクだけで乗り切ろうとしてこのずる賢さ、ごめんね、ずる賢くもないね、仲いいもんだから、何でももう、めちゃぶりしちゃうんですけれども。はい、と思います。行ってみよう。はい、こんにちは。人は醜い、そして愛しい。食事とかするのもお寿司食べに行きます。そう、このドラマとかをきっかけにまた最近よく二人でご飯してますね。視聴者同情、リュウ君からエネルギーと感動いただきました。ありがとうございます。なんか本当に大切なメッセージを曲の中に全曲載せているんじゃないかなっていう風なメロディーラインだったりとか、あとは歌詞の強さだったりとか、だからそのリュウ君の存在が楽曲一つ一つが唯一無二だなっていう風に強く思わせてくれるようなものづくりをいつもされてるなっていう印象は強い。あ、正解。バッチリ。お、すごいね。これがミスだ。伸び力です。俺の何十倍の脳と思ってんだ。昨日が全然違う。あ、お疲れ様です。どうですか、後ろで。調子はすっげえ楽しいですよ。楽しい。自分の生い立ちだったりとかに何かこう左右されるような、そんなこう演じ方というか、うん、とかってしてきたことがないので、すごい新鮮。マジか、嬉しくない？その感覚嬉しいよね。人は見にくい、そして愛しい。歩き続けて、春が過ぎて、夏が過ぎて、僕らは一緒にね、お食事とかしたりとか、プライベートで仲良くさせてもらって何年も経つけれども、はい、初めて仕事でご一緒させていただくということでね、もう本当に大人高校というドラマのね、はい、明日から主演、三浦春馬、はい、主人公を出演させてもらってます。ね、その主題歌を私たちに歌わせていただくという、そのゆかりがあって今日は来てくれてると。そうなんです。ミュージックステーションにも、うん、初めてのミュージックステーション、まあ、番組はね、まあ、家とかで見させてもらってましたけれども、うん、こうして実際にスタジオに来て、うん、今リハーサルをちょうど見させていただきましたけど、すごい興奮しました。マジ興奮したよ。俺はもうどんな気持ちで歌えばいいかリハ分かんなかったよ。なんかもう、なんていう
ていうの、M ステに初めて来てるでしょ、うん、で俺何回か出させてもらってるから、うん、なんかようこそ M ステみたいな気持ちあるんだけど、俺 M ステじゃないからなんか俺も出させてもらってる M ステだし、そうだね、だからなんか M ステありがとうございます、うん、来てくれてありがとうございますみたいな、もう感謝が尽きないです感謝が尽きないで、本番はカルマ君はどうするの、もっとテンション上がるの、僕もそうですね、開けていきたいなと、マジで、はい、楽しみです、しっかり応援していきたいと思います、我々で今日の M ステ頑張ります頑張ります